サウジアラビアのアニメ制作会社、マンガプロダクションと東映アニメーションが共同制作したサウジ発の長編アニメ、ジャーニー、太古アラビア半島での奇跡と戦いの物語。舞台は今から約1500年前のアラビア半島。なお、イスラム教の誕生は西暦610年なので、イスラム教改善の話。アラビア半島に侵攻してきたエチオピアのアクスム王国の司令官、アブラハが率いる軍隊とメッカの住民たちの戦いを描いた内容で、監督を名探偵コナンの劇場版などの静の公文子が担当しています。日本では6月25日に公開。中東や北アフリカで5月中に公開が始まることを受け、複数の海外メディアがこの作品を取り上げたところ、1日で2000近いコメントが寄せられるなど、大反響を呼んでいます。中東が舞台かつアラブ人が主人公のアニメ作品は少ないこともあり、世界各地から期待の声が寄せられていました。